加点取られてしまいました。佐々木大地さんですからね。明治安田 J1 リーグ湘南ベルマーレ対マツダゼルビア、それでは引き続きゲームをお楽しみください。行われる本日のゲームです。この時間は湘南ベルマーレ対マツダゼルビア、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。まず立ち上がりを迎えます。これは合いません。平岡、さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。そうですね、谷光成でしょうね。やっぱり彼のセービングには注目ですよね。体のサイズもあるんですけど、それに頼るわけではないんですよね。簡単に飛び込んだりしないで相手の動きをしっかり見てます。シュート、来た、先制、町田。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、呼吸の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。先制点が奪えるとチームとしてもやっぱり余裕が出ますよね、はい、そこからまたいいプレーが生まれてくると思いますし、さらに追加点にもつなげていきたいですよね。そうですね。杉岡、湘南現在は1点リードされている状況です。しかしポゼッションでは相手を上回っているんですよね。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えるとじっくりいってると見るのが妥当ですかね。まあこうなってくるとフィニッシュの精度が重要と言えるでしょうね。池田から鈴木、鈴木から池田、池田から鈴木、奥野。長打としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくり行くことが大事ですよね。阿部、これ仕掛けるか。鈴木、奥野、サイドへ。まずファーストハーフ見ていきましょう。このゲームの入り方は大事になりますよね、はい、立ち上がりでつまずくと後手に回ってしまいますからね。確実にプレーして自分たちのペースに持っていきたいですよね。そうですね。まず立ち上がりを迎えます。これは合いません。平岡、さて北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。そうですね、谷光成でしょうね。やっぱり彼のセービングには注目ですよね。体のサイズもあるんですけど、それに頼るわけではないんですよね。簡単に飛び込んだりしないで相手の動きをしっかり見てます。シュート、来た、先制、町田。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、呼吸の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。先制点が奪えるとチームとしてもやっぱり余裕が出ますよね、はい、そこからまたいいプレーが生まれてくると思いますし、さらに追加点にもつなげていきたいですよね。そうですね。杉岡、湘南現在は1点リードされている状況です。しかしポゼッションでは相手を上回っているんですよね。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えるとじっくりいってると見るのが妥当ですかね。まあこうなってくるとフィニッシュの精度が重要と言えるでしょうね。
池田から鈴木、鈴木から池田、池田から鈴木、奥野。長打としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。阿部、これ仕掛けるか。鈴木、奥野、サイドへ、でもシュートきた、先制、町田。美しいカウンターからのフィニッシュでした。そうですね、得意の形ですよね。チームのストロングポイントを発揮したいいカウンターでしたよね。これは選手も狙い通りでしょうね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。先制点が奪えるとチームとしてもやっぱり余裕が出ますよね、はい、そこからまたいいプレーが生まれてくると思いますし、さらに追加点にもつなげていきたいですよね。そうですね。杉岡、湘南、現在は1点リードされている状況です。しかしポゼッションでは相手を上回っているんですよね。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えるとじっくりいってると見るのが妥当ですかね。まあこうなってくるとフィニッシュの精度が重要と言えるでしょうね。池田から鈴木、鈴木から池田、池田から鈴木、奥野。長打としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。阿部、これ仕掛けるか。鈴木、奥野、サイドへ、長打としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか、この時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。奥野、さあルキアン、ルキアン、谷、いやーいい反応でしたね。北澤さん、いい反応でしたよね。ファインセーブですよね。町田、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1対0、湘南、先制点を与えたまま前半を終えました。守備をしながら入っていく。